負けそうな雰囲気もある中で、あ、逆転して勝てるぞ、でもやっぱり追いつかれて勝てん、まあ、でも負けんかったか、でも勝ちたい、勝てる要素もあったしな、まあでも前半のグリフィン投手の、ま、あのピッチング見たら、まあ負けてもし、そんなこと関係ねえ。お疲れ様です、 KT です。今日は8月の7日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。いや本当に皆さんお疲れ様でした。4時間30分の大激闘の末、読売ジャイアンツと3対3の引き分けということに本日はなっております。いや逆転した時はね、勝てたかなと、勝てるかなというふうに思ったんですけども、まあ余分なフォアボールであったりね、盗塁阻止できていたりすれば、勝てたのかなというところはあるんですけども、まあ今日のね失点はそれ以外のところも含めてたられば的な、ところが多くてね、ちょっと残念なところもあるんですけども、まあそれでも、順位としてはね、ジャイアンツより今カープ上の方にいます。2ゲーム差あります。勝率もね上の方にいるということを考えて、さらにはまあ東京ドームジャイアンツでのホームでの開催というところを考えればまあ勝ちに等しいとまでは言わないんですけども、勝ちに近い方の引き分けと捉えてもいいんじゃないかなというふうに私は思っております。はい、ということで、まあこれでね、あの連勝が止まったわけではないんで、8連勝は持ち越しということで、また明日以降、伸ばしていきたいなというふうに思います。はい、で2点を追う8回のね集中打、ここは本当に素晴らしかったというふうに思います。まあこのままと言いますかね、あの2対0のまま負けてしまうのかなというような雰囲気がね漂う中に、8回に、集中打を浴びせてね、こうなんとか追いついてひっくり返して、勝ちのね期待を持たせてくれるというところまで行ってくれたのは本当にね、なんかカープのここ最近の成長、あの前半戦だったらあのまま完封負けを喫していたのかなというようなところがある中で、追いつくし逆転するしというところでね、非常にあの意地といいますか成長を、感じる試合だったというふうに思います。はい、でまあ延長12回ということもありまして、ごめんなさいね、延長12回まで試合が行われたということもありまして、両チーム合計15人のピッチャーが投げるということでね、本当にあの総力戦という形になりました。まあそれを考えるとね、ちょっと一番上にちっちゃく書いてありますけども、昨日のやっぱりねアドバ投手の、完封勝利というののね価値がまたぐんと、今日になって増してくるのかなというふうに思いますので、アドバ投手本当にありがとうございました。はい、でまあ阿部監督のこのコメントが全てかなというふうに思いまして、あの負けなかったのが大きいかなと、ちょっとね、珍しく弱気なコメントもしておりますんで、あのホームだしね、あの追っかける立場ということなので、本当は勝ちたかったんだろうなというふうには思うんですけども、負けなかったのが大きいかなというふうにおっしゃっているんで、まあこの辺が今の、カープと、それからジャイアンツのこの関係をね表しているんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてまあグリフィン投手からね8回、集中打で得点を奪うことができたんですけども、まあその回も含めてこう12三振をね、喫するという展開で、まあ前回確か大瀬良さんとの投げ合い、私が東京ドームに行った時だったかな、6月29日かな、はい、の登板もね結構いいピッチングされてということで、まあ本当にちょっとあの苦手なピッチャーの部類に入ってきたような、気もしておりますね。次回は、しっかりその辺をね、あまりこう苦手という意識をね、強く持たされないためにも、次回はしっかりね、攻略していきたいなというふうに思います。はい、というわけで明日の話、いきなりねオープニングで明日の話になっちゃうんですけども、明日はねまた大瀬良投手対戸郷投手の、予告先発も出ておりますんで、同じようにこうロースコアで、2点3点の勝負になってくるのかなというふうに思いますんで、まあ戸郷投手と栗投手が確か、マツダスタジアムで投げ合った試合、私が4月、マツダスタジアムに行った試合ね、そこもあのスコアレスでの、延長12回のドローというのもありましたんで、またね明日もこう引き分けに近いといいますか、本当に僅差での、試合でですね、の展開が予想されますんで、今日投げた中継ぎのピッチャーもですね、明日もぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。明日勝っちゃえばね明日勝っちゃえば結構ねこの9連戦、なんていうんですかね、いい流れで、乗っていけるような気がしますんでね、ちょっとあの疲労の方は溜まってくると思うんですけども、2戦目に、こうやって延長12回までねやってしまったんで、ちょっと疲労の方は心配になるんですけども、ジャイアンツに2勝1分けで、スタートできればね本当に、いい滑り出しになると思いますんで、明日も頑張っていきましょう。
はい、というわけで試合の中身入っていきます。これのスタメン発表直後の私の感想です。昨日ねファーストに林選手が入ってキャッチャーに坂倉選手というところだったんですけども、今日のねファースト誰かなというふうにちょっと楽しみにしていたんですけども、まあ左ピッチャーということもあって堂林選手が入ってきました。でまあ今日はね猛打賞ということで輝きを取り戻しつつあるんですけども、スタメン発表直後の感想でいくと、まあまた明日はね右の戸郷さんということで林選手が、ファースト入ってくるかなというふうにねちょっと思った次第でございます。はい、で末金選手が5番に上がってきて、6番から5番に上がってきて、小園選手、末金選手という並びが復活、いわゆる、小包ペアの復活ということで、打線がねだって機能していくかというふうに、楽しみだったんですけどね。まあ坂倉選手の状態を考えると無理やりね末金選手を上げる必要もなかったのかなというふうには思うんですけども、まあ右左ジグザグにしたかったのかなという感じもするんでね、まあそこはそこかなというような、まあどっちでもいいというようなのが私の感想です。はい、で下位打線は坂倉選手、矢野選手、菊池選手の並びというのはね結構面白い、並びじゃないかなというふうに個人的には思ったんですけどね、まあ、今日はそこまでここが、機能したという感じではないという展開になっております。はい、それでは、試合プレイボールの方をね走っていきまして、初回ですね、連続三振からねグリフィン投手今日は手強いなというような感じからですね、堂林選手がヒットを放ってということで、まあ完璧にね相手の流れにならないというようなヒットを放ってくれております。はい、で初回の裏と、2回の表ともにですね三者凡退ということで試合が進んでいきまして、2回の裏、ワンアウト一塁二塁という場面ですね、ピンチを迎えたところで相手のバッターが、外国人の、モンテス選手ですね。はい、というところで、まあ、内野もね外野手も、特に前進守備を敷くというわけではなくて、定位置、むしろ定位置よりちょっと後ろのところでね、構えていたんですけど、レフト前ヒット、末金選手、小園選手のリレーですね、ここはもう3番4番5番のリレーが、中継プレーがうまくいって、大城選手をホームで、タッチアウトという形になりました。まあ、タイミングもねギリギリですし、中継プレーも本当に見事だったんですけども、まあ、ジャイアンツからしたらね、モンテス選手が置いていったバットの位置というのが命取りになったのかと、本来であればね、もう少し回り込んだりというのがしたかったんだろうけども、大城選手もバットがねちょっとバッターズボックスに置かれたままということで、ちょっと走塁のこの選択肢というのを狭めるという形になって、正直なスライディングをしてアウトになったということになりましたんでね、まあ審判がどかさなきゃいけないのかもしれないんですけども、やっぱりここはバッターの気遣いかなと、実際私もね野球をやってきたというところでいきます、その経験でいきます、やっぱりねスコアリングポジションにランナーがいるときは、バッターの置くところ投げるところというのもね気にするのが一つの仕事になりますのでね、これはまあモンテス選手のミスだったんじゃないかなというふうには思います。まあそこで行くと逆にね送球が辺に行ってキャッチャーの邪魔になるという可能性もありますのでね、やっぱりモンテス選手のこうモラルとまでは言わないんですけども、気遣いというのがあってもよかったんじゃないかなというふうに思います。まあ今回はね自分のチームの、自分のチームを苦しめる、プレーとなってしまったんで、次回以降はね気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、そして3回は菊池選手ヒット、床田投手送りバントでチャンスを作るも無得点、野間選手、秋山選手凡退してね、ちょっと秋山選手はねグリフィン投手に全く合ってないかというような感じがしました。はい、でその裏はですね2アウト1塁2塁というピンチを迎えるも、無失点で切り抜け、4回は堂林選手、ツーベースというところでねチャンスを作って、小園選手送りバントを決めてほしかったんですけども、送れず進塁打打てずということで、ここで三者三振、末金選手、坂倉選手含めて三者三振で、チャンスを、ものにできないというような回になっております。ここら辺でね1点入っていたらもうちょっと面白い展開になってたかなというふうに思うんですけども、その裏ヒット3本で、先制点を献上という形になりました。モンテス選手ね、先ほどちょっと注意させていただいたんですけども、この時はしっかりねバットを、バッターズボックス付近ではなくね違うところにバットを投げてということで、まあおそらく1打席目のところでね注意なんかも入ったというふうに思いますので、2打席目はしっかり、ヒットを打って違うところにバットを置いてということで、まあ、2打席連続でね得点圏のヒットを打つというところが羨ましいなと。外国人選手が今日は4人機能していたのかな、ジャイアンツは。はい、その辺は羨ましいなというふうに思いました。
はい、でその後ですね、続く2アウト満塁というところまでのね、ピンチ広がったんですけど、そこはなんとか切り抜けてということで、まあ、このイニングジャイアンツは2つバント、送りバント失敗があったのかな、はい、というところにも助けられ、なんとかね最少失点で切り抜けるという形になって、5回の表裏カープもジャイアンツも三者凡退に終わり、6回ですね、堂林選手3本目のヒット猛打賞というところになっております。得点には結びついておりません。はい、で6回の裏ワンアウトで1塁3塁でピッチャーのグリフィン投手ということで、まあ送りバントの構えから普通にバントをしてね、まあ阿部監督の意図でいくと、最悪1塁ランナーを2塁に進める送りバントで、転がった位置が良ければサードランナーの坂本選手もホームに返したいという意図の送りバントだったと思うんですけども、まあキャッチャー前にね転がって坂倉選手セカンドに投げてゲッツーを取りに行ったところ、ゲッツー取りきれずということで、サードランナーの坂本選手がねホームインという形になったんですけども、まあこれ野村さんも言ってたし、さっきあのネットの記事見てたらね谷繁さんも言ってたんですけども、坂倉選手がゲッツー取れると判断してセカンドに投げたというふうに言っててね、まあその判断がちょっと甘かったというようなねコメントも出ておりましたけども、まあ本当にあのゲッツー取れると判断して投げたんだったらまだよしというふうにしたいんですけども、あのサードランナーのねことが完全に頭から抜けていたとしたら、これはね痛いミスだったなというふうに思います。で、まあ真下ではなかったので、あのサードランナーね坂本選手も結構出てきていたので、1個、視線だけでもね牽制を入れてセカンドに投げれば、そこからですね菊池選手が今度、まあファーストは間に合わないというふうに判断して坂本選手をアウトに、しに行くという判断もあったのかなというふうに思いますので、坂本選手は結構ね3本か真ん中3分の1以上はね、出てきておったんで、そこを1個牽制して1歩2歩戻らせた上でセカンドに投げてファーストランナーをアウトにしてくれれば、そこからはね菊池選手の、こう判断というのにね任せることができたんで、もう本当にゲッツーだゲッツーだゲッツーだのこうもうね、ちょっとす猛進じゃないですけども、ゲッツーしか見えてないというところで、坂本選手のリードも大きくなってセカンドはアウトにしたけども、ファーストはアウトにすることができずに失点となってしまったんで、まあ結構ねあのタラレバ的なシーンではあったんですけど、まあこういうね経験を糧に成長していってほしいなというふうに思います。はい、そしてその後7回か、三者凡退に打ち取られるんですけども、ここで代打2人、ちょっとねこの辺、裏の攻撃、裏の守備もそうなんですけど、私この辺ちょっと見れて、実際にね、動画の方っていうんですか映像の方見れていないんですけども、矢野選手に代わって代打二股選手というところで、これはなんかアクシデントがあったのか、それともねあまりにも内容が悪くて、交代だったのかというところ、またコメント欄で教えてください。で、まあ仮にね状態が悪くて、あの内容が悪くて二股選手に変えたという采配であると、なんかパリーグ的なね感じかなというイメージを持ちましたね。あのパリーグはね結構 DH があって、代打の使いどころとかね選手交代のこう使いどころっていうのはセリーグと違ってね、結構2打席回してあまり状態の良くなければ、競っている選手をね代打で出すとか、そういうパターンもありますんで、今日のこの矢野選手に変えての二股選手というところはパリーグ的なあの雰囲気もあったなというふうには思いました。はい、でその裏はピンチを迎えるもサードライナーでのゲッツーというところでね乗り切るということで、まあ1対0でこの時点では2対0かで負けてはいたんですけども、まだまだね運はカープにあるかなというようなプレーだったんじゃないかなというふうに思っております。はい、でその運があるんじゃないかという感じで迎えた8回、菊池選手秋山選手のヒットでチャンスを作って、野間選手小園選手のタイムリーヒットでランナーを返して逆転に成功するというようなイニングになっております。はい、でここでねやっぱり末金選手それから二股選手のところでね、ダメを押せていたらね結構いい感じで勝利できたんじゃないかなと、2点目3点目、をね追加できていたら勝利できたんじゃないかなというところあるんですけどね、まあ坂倉選手はヒットを放つというところではあるんですけども、もう1点末金選手のところか、二股選手のところかで、1点2点目、追加点を入れていたら、面白い展開になっていたんじゃないかなというふうに思っております。はい、そしてその裏、8回の男島地投手に帰ってきましたということでね、まあいろいろ臨機応変に考えての選択した結果の島地投手ということではあるとは思うんですけども、まあもったいなかったのがワンアウトからの門脇選手へのフォアボールということで、ここも簡単に出しちゃったのか、粘られて出しちゃったのか、ちょっとね実際の映像見れておりませんけども、まあ結果的にもったいないフォアボール、さらには盗塁を決められということでね、ちょっと残念な失点となりました。でまあ2アウト2人目ね三振取った後に、堀江投手にスイッチしてということで、
丸選手を、迎えるという展開になってね、まあ一塁も空いていたし、ツーアウトということもあって、無理に勝負に行く必要はないという中で、フルカウントまで行ってね、さあ最後どうするんだというところで、まあコース的には本当にね申し分ないところを見逃せればボールかもしれないというところを丸選手にねうまく反応されてタイムリーというふうになってしまったんでね、まあその後の吉川選手の、ピッチャーゴロでね打ち取っただけに、こう丸選手をね無理やり勝負に行ったと言いますかね、もう1個2個ボールにしてもよかったのかなというところで、ちょっともったいなさ、ここもタラレバがね発動するプレーだったのかなというふうに思います。まあただね、吉川選手のピッチャーゴロね、同点に追いつかれて気持ちが落ちている中で、難しいボテボテのピッチャーゴロをね、しっかりファーストに投げてというプレーができたのはね、堀江投手良かったんじゃないかなというふうに思います。しっかり同点までで食い止めております。はい、そんな中でね、8回の裏に追いつかれてしまって9回なんですけども、まあ追いついた直後ということで、で吉川選手もね比較的早く、アウトになったので、大勢投手がね準備不足じゃないかなと、同点にならなければね違うピッチャーが9回の表準備していたと思うんですけども、まあ同点に追いついたということで、ホームチーム9回の表ね、ストッパーが出てくるという流れでですね、大勢投手が出てきたんですけども、同点に追いついてからの試合展開が早かったんで、ワンチャンこう大勢投手、準備不足で出てくるんじゃないかというふうにちょっと期待したんですけども、それは必ず、全く歯が立たず、秋山選手、田中選手なんか本当に全く歯が立っておりませんでしたね。変化球もくるといく、まっすぐは最後ど真ん中空振りということで三振ということで、3者連続三振で、ジャイアンツの方に流れが行くのかというところで出てきたのが、森浦投手ということでね、まあ右バッターが続くヘルナンデス選手、岡本選手、5番が誰だったかな、今日はちょっと待ってくださいね、5番が坂本選手か、はい、というふうにつながっていく打順のところで出てきたのが、違うな、5番は大城選手に代わって代打、オコエ選手が守備から入って、長野さんが代打で入って、レフトに若林さんか、なので右がつながっていくという打順には間違いないんですけども、まあヘルナンデスさん岡本選手、というふうにね9回の裏でちょっと嫌な雰囲気、表の攻撃で3者連続三振食らってね、東京ドームがガッと盛り上がってる中で、やっぱり強心臓のね森浦投手がひょうひょうと抑えてくれました。まあ2アウトからね、ちょっとフォアボール出したり、ちょっと大変な感じはあったんですけども、まあ、結果的にしっかりゼロで抑えるということで、森浦投手の、メンタル、それからピッチングのね、技術を改めて感じた、登板となっております。はい、で10回ね、先頭の大森選手ツーベースで出塁かというところだったんですけども、セカンドタッチアウトということで、まあヘルナンデス選手がね、うまく処理していい球を投げたというところで、まああそこはねセカンドに走った判断というのは間違いではなかったというふうに思います。ちょっとでも逸れていたらね、セーフになっていたというふうに思いますんで、あのバッティング、それから走塁は、素晴らしかったというふうに思います。まあただ強いてですね、言わせていただきますと2点ほどね、ありまして、ファーストからセカンドに走っていくときですね。で、ちょうどセンターがね、ヘルナンデス選手が打球方向、視野の中に入っているんで、ファーストベース回ったところで、ヘルナンデス選手が、送球になったところですね、ちょうどこう延長線にあるので、送球がね、二塁ベースの、このいい方向性、まあ、高さの判断は難しいんですけども、方向性でずれてないなというふうに判断したら、その時点でファーストに戻ってきても、よかったのかなというふうにはね、ちょっと思いました。難しいんですけどね、ライト線に打って、そういうプレーになった時はね、なかなかこう逸れているのか、いい球が来ているのか、悪い球になっているのかというのは判断難しいんですけども、左中間方向ということで、ちょうどセカンドに走っていく大森選手の目線の先にフェルナンデス選手がね投げてきた球が返ってくるので、まあ逸れているか逸れていないか判断がつくんで、今回でいけば、間違いなく逸れていなかったので、そこの判断で戻ってもよかったのかなというふうに思います。で、もう1点はヘッドスライディングに行った時に、完全に、目線といいますかね、頭が真下を向いちゃっておりましてね、あれしっかりこう視線をですね、相手のグローブにかタッチにするタッチに来るグローブにね、目線を持っていけばですね、ちょっと待ち構えているところもあったんで、直前でピッと、回避することもねできたんじゃないかな。もうそのままど正直にね、頭を下げたまま高校球児が、最後の思い出の打席をもらった時の、ショートゴロを放った時の、ヘッドスライディングとね全く同じだったんでね、ちょっと策がなかったと言いますかね、バッティングが素晴らしかっただけに、最後ちょっとこう、目線を相手のタッチの方に向けながら避けてやろうかなというような、プレーもね見たかったなという思いが、ただね、まあ、二塁を狙ったという判断は、素晴らしかったというふうに思います。
はい、そんな感じで、まあ、点が入らなくて、その裏ですね、ハーン投手先頭で、内安打か、打たれていたんですけども、後続をしっかり打ち取るというところで、切り抜けております。で、11回か、の表はですね、カープの方は、どうだったかな、ちょっと待ってくださいね。11回の表の攻撃はカープのは三者凡退か、末金選手セカンドゴロ、坂倉選手フォアボールで出塁して、二俣選手が、ファーストへの送りバントかで2アウト2塁という形を作ったんですけども、その後ワイルドピッチパスボールかな、キャッチャーが真後ろに反らしている間に坂倉選手がサードを狙う、菊池選手がね、いけいけって言ったんですけども、菊池選手のこの坂倉選手が走るイメージとですね、実際の坂倉選手のこの足の速さというところにおそらくギャップがあってですね、あのサードタッチアウトになってしまってということで、まあ、あのこんだけ後ろに、こぼれていったから菊池選手の中では、あ、サードいけるぞというふうにいけいけと言ったんですけど、思いのほかね、足が回っていなかったのかな、菊池選手も。さすがにもうちょっと速く走れるだろうというイメージだったのかもしれないんですけども、まあ、結果的にはね、痛い、アウトということで、まあ仕方ないですね。あれで菊池選手が普通 の, あのシングルヒットを打ってもね、坂倉選手の足では帰ってこれないということを考えると、まあ、ちょっとでも隙があればね、次の塁を狙うという姿勢、ここはまあ大森選手と同様ですね、悪くない判断としては間違いではなかったというふうに思っております。はい、そしてその裏はですね、栗林投手、まあ、決してね、万全な状態ではなさそうなんですけども、なんとか、これまでの経験といいますかね、圧倒的にこう、まっすぐとフォークで抑えるというスタイルではないんですけども、まあ、培ってきた経験と、ピッチングの技術でですね、抑えるという形で、問題なく切り抜けております。はい、で12回ですね、昨日2イニング投げております平内投手がね、またマウンドに上がってきてということで、これはチャンスかな、で菊池選手がヒットを打ってチャンスかなというような感じがしたんですけどね、まあ、あの点は取ることができずということで、まあ、最後ワンアウト1塁2塁かな、菊池選手が出て送りバント決めて秋山選手、フォアボールということで、ワンアウト1塁2塁となったところでですね、大森選手、先ほどヒット打っております大森選手に代えて松山選手を送るということでね、まあ、ワンチャンって言いますか、秋山選手が打ち取られて2アウト2塁とかで、松山選手に、ね、代打を送るのであれば、まだ、100歩譲ってね、なくはないというふうに思うんですけども、あのゲッツーの可能性があるというところでね、せっかくさっきヒット打ってる大森選手、ゲッツーの可能性も低いということを考えると、大森選手のままでも良かったんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、結果的にね、何とも見せ場のない三振で終わってしまったんですけども、本当にあのゲッツーじゃなくて良かったレベルのね、三振だったんで、まあ、ランナー詰まっていたんでね、ここは大森選手のままでも良かったんじゃないかなというふうに思います。もう本当にゲッツーじゃなくて良かったというところで、次ね、猛打賞の堂林選手に託したんですけども、まあ、あのセカンドゴロで打ち取られてしまったということで、得点を挙げることができなかったということでね、まあ、カープの勝ちがなくなったという回になっております。はい、で、その裏ですね、やっぱり12回の裏、勝ちがなくなった後、ここもね、結構異様な雰囲気になりますよね、あのスタジアム内、ドーム内は、なる中で、もうひょうひょうと、まあ、制球はいつも以上にちょっとね、定まっていない感じはしたんですけども、今日は力で押し切るという感じで、最後の丸選手もね、力でね、押し込んで、センターフライに打ち取ったという感じが、まあ、あったんですけども、まあ、そんな感じで今日は、コントロールよりもですね、力でねじ伏せたという黒原投手、まあ、彼もね、本当にこの12回の裏、ひょうひょうと投げるという感じで、森浦投手と同様にいいメンタルしてるなというイメージを持ちました。はい、という形でですね、まあ、引き分けなんでね、ここっていうね、ちょっと見せ場がないんで、このずっと低いトーンで、来ましたけども、まあ、咳が出るというのもあるんですけども、はい、ということで本日は3対3の引き分けとなっております。まあ、ただね、最初のオープニングでも喋ったように、ビジターですし、今カープが1位ですし、2位と2ゲーム差ありますし、その2ゲーム差あるジャイアンツ相手にね、この東京ドームで引き分けに持ち込めたというところはね、まあ、なんですかね、勝ちに近い側の引き分けというふうに見ていいんじゃないかなというふうに思います。で、一方でタイガースはスワローズ相手にちょっとね、天気にも見放されて、昨日に続いて天気にも見放されて、0対4で負けということで、ゲーム差の方が広がっておりますということで、カープの方に流れが来ておりますんでね、明日大瀬良投手に勝ちをつけて、カープが勝って、ジャイアンツに3ゲーム差つけていきたいなというふうに思いますんで、皆さん明日もよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。なんかね、まあ、負けそうな雰囲気もある中で、お、逆転して勝てるぞ、
でもやっぱり追いつかれて勝てん、まあ、でも負けんかったか、でも勝ちたい、勝てる要素もあったしな、まあ、でも前半のグリフィン投手の、ま、あのピッチング見たら、まあ負けてもし、そんなこと関係ねえ、やっちゃろやということで終わります。おやすみなさい、失礼します。